なんで？気分が悪いんだとさ。調べられるか。なんか気になるのかみたいだ。おつむの良さを認められて養子になったか。筋は通るな。なんでそれを。いやー、リーケの、やっぱり俺の気の回しすぎ。ことだ。俺にスパイの真似を。冗談じゃねえ。落ち着け。ちょっと疲れただけだ。よくも言ってくれたな。こう見えてもちゃんたい飯店の後継ぎなんだぜ。そりゃ気の毒に。お前の代でおしまいだな。どうも。あ、何を。いいから来い。お前って何者だ。父さんの息子なんて大嘘だろ。そんな嘘なんて。ソニーは脅されてた。奴が調べた身元当てにならねえ。ユエルンってのは誰だ。いえ。まさかお前がユエルンか。お前みたいな子供だなんてな。今度のため分かったよ、アッシュリン。いやあ、俺はお前たちを尊敬していた。親父もお袋もみんな口癖のように言っていた。我々が異国の地で無事に暮らしていけるのはみんなリーケのおかげだと。今は違う。お前らもゴルジネたちと同じだ。